んじゃないよ。なあ、一人で洞に入るのかい？ちっちっち、今のあんたじゃ一人では無理だよ。あんた、魔法の首輪を持ってるだろう。魔法の首輪の匂いがするぜ。これでも昔はすげえ魔物使いの使い魔だったんだぜ。でもマスターに死なれてさ、今ははぐれ使い魔ってわけなんだ。下手に人間の言葉がわかるもんだから、気味悪がって誰も相手にしてくれない。今さら本能のままに生きてるただの魔物に落ちぶれる気もないし。あんたの首はオイラにつけたっていいぜ。よし、今日からあんたがオイラのマスターだ。オイラの名前をつけてくれよ。へえ、昔のマスターも同じ名前をつけてくれたような気がする。ところでさ、初心者だろ。わかるよ。よし、塔のことならオイラがいろいろ教えてやるよ。行こうぜ。始まりだぜ。敵の魔物の方を向いて丸ボタンで攻撃だ。